しげしげチャンネル。こんにちは、ふみです。今日はですね、皆さんお待ちかねメモリアルガチャの時間がやってまいりました。私はね、ランク978なので、900メモリアルガチャまでしっかりいけるので、 1,2,3,4,5,6 回引いていきたいと思います。ちょっと手元でラインナップ確認しようか。150のラインナップを確認するとですね、結構いるね。結構いて、いやー、どうだろう。持ってないのももちろんいますけど、何が欲しいかと言われれば、ちょっとわからない。ちょっとわかんないな。なんだろうな。使われてそうなやつ結構持ってるしな。トールも持ってるし、タクシミシワも持ってる、ヨミも持ってる、オロチ持ってる。それで言うと、まあ、使われてるかどうかは別として、赤ソニア持ってなかったと思うんですけど、持ってないんですよ。赤ソニアのね、イラスト結構好きだから、赤ソニアでもいいかな。まあ何でもいいかな、150に関しては。150に関してはもう何でもいいですということで、いきまーす。3、ソン、ツンツンツン。ポージングしようか。あー、ポージングしようか、一人で。アラミンさんのやつだけど。いくよ。上半身だけでね。これ難しいな。これどうなって。いくよ。せーの。こう。こう。こう。絶対わかんないわ。正解は、ハーデスでした。ハーデスってさ、あ、持ってるわ。さすがに持ってたわ。超転生させてませんけども、させておきます。ありがとうございます。さあ、じゃあランク250のラインナップ見ようかい。結構いるね、これもね。ここもね、持ってないの少なそうだな。星6で言うと、だいたい持ってるね。まあでも星6欲しいよね、やっぱ交換に使えるからさ。ダイヤ、ダイヤ、ああ、なるほど。ポージングしようか。いきまーす。3、2、1。これ分かった人、天才だな。上半身しかないからね。それは分かりませんよ。椿でした。椿持ってるね。でも椿さ、そろそろ来ないかな、なんか。たまになんかランダムとかで使われてる気がするけどね。さあ、次行きましょう。500。500のラインナップは？あー、なるほど。あ、少ないんだ。めっちゃ少ないじゃん。星6はあれか。こないだ、ずっと進化した人たちね。で、星5は、エンハンスの子たち。ほい。お、誰？あー、信長さん。信長さんね、持ってるね、結構ね。ちょっと進化させてないけども。髪キラー4つね。進化させてあげます。すいません。じゃあ、どんどん行こう。700。700のラインナップは、おー、豪華ですね、これは。いや、でも結構いるな。あ、私ね、上杉欲しいな、上杉。上杉さ、転生しかいなくて、武器にしたいんだよな。上杉かな、こん中で言ったら。そうだねー。そうだよねー。あ、アテン。アテンか、上杉で。お願いしたいところですね、ここは。
シゲパズだっけ、シゲドラ、シゲパズか、シゲパズ3体目のアテンとか言って、ファスカと交換しませんかということで、上杉アテン。ティフォン、あ、初ゲットやん。じゃあいっか。前持ってた気がするけどな。交換にしたのかな。上杉とアテンはどこ？あー、よし。でも、ここからですよ。メモリアルガチャの醍醐味。800。ジライア・グランニス。いや、ここでね、グランニス出たら私は泣いちゃう。グランリスだけはやめてほしい。ここは結構持ってないのいるんじゃないか？あ、すごい。ジライアだけだな、持ってないの。え、すごくない？私結構持ってるんだな、そう考えると。ってことで、シェリングフォードが欲しいな。やっぱシェリングフォードはさ、いろいろ使い道あるからさ、ここはシェリングフォード一択でいきたい。ありがとう、シェリングフォード。ありがとう、シェリングフォード。マドゥー。マドゥーか。マドゥー。あ、2体目？帽子作っとくか、じゃあ。マドゥーね。まあ、ありがとうございます。遅延だし。遅延だしね。バインド大差あるしね。全然狙ったやつが出ないな。まあ、そういうもんでしょう。そういうもんなのは分かってる。さあ、最後。ここは問題よ。ここ問題よ。ここ被りたくないんだよ。一番被りたくない。ソフィー、ユリシャ、メノア、レムが欲しいな。帽子って私どんぐらいあったっけ？全然ないじゃん。リーチしかなかった。でも、マドゥーできるし、まあ、ゼラもね、2体いるんですよ。まあ、サレーネ。まあ、サレーネかベロは。帽子だったら。で、この、なんだ？セリカとかキヨとかのあたりは、ちょっと一旦大丈夫。一旦大丈夫なので、ソフィー、ユリシャ、メノア、レム。ソフィー、ユリシャ、メノア、レム。ソフィー、ユリシャ、メノア、レム。おい、ゼラーい。ゼラーい。帽子なんだね。だろうなって思ってた。さあ、ここのハーネスから、この私のメモリアル結果ですけども、ちょっと微妙だな。ちょっと微妙感あるよね。髪引きできなかったな、今回は。アテン。欲しかったな。ソフィー欲しかったな。ユリシャ欲しかったな。レムーン欲しかったな。仕方ないか。だってゼラさ、まあ初ゲットっちゃ初ゲットだから帽子はいいんですけど、現環境でキパー使われてないしなみたいな。いつ使うんだろうかみたいなところはちょっとありますね。マドゥーの帽子もさ、文句言いますけど、文句じゃない。私がね、ヒパを使わないからさ、ちょっと使いどころわかんないなみたいなところはあるな。こんな感じでした。私のメモリアルガチャは今回もアテンゲットならずということで寂しい結果に終わりました。さあ、皆さんは何が出ました？みんなコメント欄でさ、何出た自慢していいんでコメントください。ということでね、本日はこの辺にしておきます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは、さよなら。